ブン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 。Yo, she's struggling right now. You know who died, but you're being delusional. I mean, it sucks though. It really does suck. What? あなた。 神父の代役です。琴峰キレイはここにはいない。もうこの世のどこにも存在しない。目を覚ましなさい、バゼット。あなたが望むものは初めからなかった。琴峰キレイがただの一度もあなたを愛したことがなかったように。Yo, I feel like her soul just broke so. 監督役から直々に指名があるとはね。何か個人的な交友でもあったのかな、バゼット君。Poor Bazette, dude. Yep. Yep. I figured.この茶番はさ、聖杯戦争を続けたいあんたが引退した連中を引き戻して、I knew it, man.That sucks so much. お前が俺のマスターになるのなら、契約が続く限りその望みを叶えてやろう。This is why you never trust Kire, man. I never trusted that man. Ever.
聞こえやがる。面倒なことになってなけりゃいいんだが。Oh, how kind of you. よう、その様子じゃほとんど思い出したってところだな。ありゃ、まだご機嫌斜めですか。仕方ないな。特別サービスだ。本当は聞かれなきゃ答えねえんだが、ここは包み隠さず正直に世界の仕組みを説明してや。必要ありません。あなたが答えるべきことは二つだけだ。Wait, what? What? 私が望む限り、聖杯戦争は終わらない。聖杯戦争が続く限り、私は死なない。待て。ならいいってなんだ。ここまで来て振り出しに戻るのか。一日目に戻るのはいつものことでしょ。今さら何を言うのです、あなたは。わからないな。からくりを知ったんだろ。ならもういいはずだ。この世界は死にかけだ。終わらないが続かない。そんなところにいたって何にもならないじゃないか。それは外の世界も同じことです。私も、私を取り巻く世界も、それを許す世界そのものも、とっくに崩壊しだしている。再生はない。あとはただ滅びをどれだけ緩やかに引き延ばすかだけの話だ。私たちは未来のない世界に生きている。そんな現実に戻るならここで永遠に繰り返していた方がいい。そうだ、もっと早く気がつけばよかった。裏切られたからって悲観することはない。元から私には何もなかった。あんな場所で生きるぐらいなら4日間しか続かなくてもここで生き続けた方がマシだ。こっちのがマシか。それこそ何を今さら口にする。現実が厳しいなんて、そんなことあんたは生まれた時から分かっていたんじゃないのか。話はここまでです。戦いを続けます。あなたは私のサーバントだ。私の方針に従っていればいい。 Continue the fight, you say? こりゃ、もう一押し必要かな。 Interesting. あなたはまだ続けるのですか？仕方ないだろう。契約者が続けるって言うんだ。使い魔が自分から契約破棄したら魔術師のルールが壊れる。わかりました。確かにあなたの立場ではそれが最善でしょう。あなたに会いました。とても楽しそうだった。ま、楽しい分にはいいだろうさ。Question mark? 外でマスターが待ってる。そろそろ出るぜ。忠告してあげるわ。契約を切るか、このまま続けて終わってしまうか、どちらにせよ彼女は救われないでしょう。なら
いっそこのまま。まさか、助けを求めるのなら救われないものはない。どんなものであれ、最後には救われるんだ。呆れた。それをあなたが言うの、アンリマユ。もちろん。ま、俺の言う救いは人間の救いじゃないがね。I have a lot of questions right now. What the hell? ねえ、今でも本当にこの願いを終わらせたい？当たり前だ。もう何億回繰り返したと思ってやがる。いい加減飽き飽きでお先真っ暗だよ。嘘つき。何億回か。嘘つきって俺を誰だと思ってやがる。アベンジャーが正直者のわけねえだろうが。I have some question marks about Karen and Avenger or Angramayu or Angry Mango. Alright, so we are back to go. Oh, I can go back to the church. Okay, well, let's see what happens there. No signs of people in the plaza. The house of God.Stands quiet, no visitors in sight. This place stands far away from the world. I mean, it's not the first time, and it doesn't seem like it's gonna be the last time either. So, I guess we'd better just get used to it. The third time. Yo, am I gonna see that really, really nice, wallpaper worthy CG organ?I guess not. Rest in peace. I should have got that as my wallpaper, though, because that was really a nice picture of Karen, to be honest. It was super good. It was wallpaper worthy, for sure. The song has grown on me, for sure.I thought they were gonna say Kotomine Kire. Oh, they said it. Damn it, I don't want to hear that name. Ah. The freaking got it.So, are y'all gonna even speak? わかった。何か話をしよう。It's about time! ではあなたからどうぞ。私には話題がありません。約束はあなたの話が終わってからです。ん？俺からかよ。Okay.
Alright, so Shido, what's your topic gonna be, man? Or do I get to choose? If I get to choose, I would choose like whatever conversation would bring up her playing the organ again so I can get that wallpaper. あれって方位とはほど遠いだろ。今はシスター全開だけど、夜のあんたはとても神職に見えなかったぜ。That reminds me. I haven't seen the ending of Interview with Kazuklu Bey. That freak of a man. あの服ちょい派手すぎないか。全体的に黒いし、まるで悪役だ。あんたがずっと包囲姿だったら変な誤解をすることもなかった。Or is she a villain? Or is she? あれは悪魔払いを行う時のものです。戦闘用の服装ですから、包囲とはイメージが異なるのは当然かと。ああ、悪魔払い用の戦闘服なんだ。確かに動きやすそうだったけど、ほとんど裸みたいなもんだし。つまり、私の服装に何か個人的な意見があると。意見っていうより疑問。Who knows? 動きやすくても、あんなんじゃ不安でしょうがないだろう。というか、誰の趣味だよ。ほら、その、下手な水着よりやばいっていうか、むやみに戦場的というか、なんだ、言いづらいことなんでうまく言えないんだけど、あれ、舌を吐き忘れてない？あ！あれは仕様です。初めからスカートはありません。横島な考えはやめてください。そうだよな。そんなわけないよな。あんたはシスターだし、誘惑はご法度だよな。悪い。わかりきった質問だった。つい気になって聞いちまったんだが、あんな戦闘用包囲なんてマジありえないもんな。Where's your mind going, Mr. Shido? あれ、誰の趣味なんだ？誰の趣味でもありません。あれは私がサイギーの中から選び、手を加えただけのものです。Revised. 選んだのはあんたなんだ。機能性を重視した結果です。私に求められるものは運動性であって守りではありません。それとあなたから戦場的に見えたのは当然です。あれはもともと男性を誘惑するためのものですから。は？は。何それ、誘惑はご法度だって言わなかった？言ったのはあなただけです。私は一言も禁じてはいませんが。けど、不敬って言ったじゃんか。舌を吐き忘れてるのはわざとだって思ったら。男性を引きつけるための服を着ることと、公衆で服を脱ぐことは違います。あなたの言いようでは、まるで私が露出狂のようでしたので。Okay, that's fair.けどさ、なんで男を引きつけるんだよ。シスターってのは低粛であるべきだろ。それともあんた、男なら誰でもいいの？その男性が望むのなら拒むことはありません。例えばあなたに女性を暴きたいという渇きがあるのなら、それに答え潤しましょう。それも私の労働です。好みは常に痛みに応えるもの。あなたが罰を受けることはありません。私はあなたに暴かれるのではなく魔に暴かれる。人間であるあなたが罪を負うことはないのです。つまりなんだ、
日々の祈りと大差ない同じ労働ってことか。I don't know. I feel like that's kind of disturbing. 実は慢性的に誘ってたとか？え、あなたが望むのでしたら。本当？ラッキー、助かった。俺望んでないから別にいいです。Word, you're not Tosaka, so screw you. Go away. Yeah, neither am I. But there might be some people in the comment section that would love to, have their way with Miss Karen. Yeah, そういうこだわりはない。そいつがやりたくてやってることなら、24時間特会引っかえ、節操なしでいいんじゃない？何時の隣人を愛せよって、あんたらの売り文句だし。それと私の労働は違うと思うのですが、私の行為はやはり明確な労働に他なりません。 OK 相応の対価と取り替えっこの関係も悪くはないさ。お高く止まって何もなしな女よりずっといい。わかる？仮にあんたのそれが恒常的なお仕事だからって、それを理由に避けたりはしないってこと。肉体面じゃなく精神面の問題でさ、別の情はあっても愛情がないから関わりたくないんです。ふん。I can respect that, Shido. あなたの考えはわかりました。今後参考にさせていただきます。あれ、服の話はもういいのか？ええ、もう十分です。知る気はありませんでしたが、あなたのことがよくわかった。本当、随分と弱っているのですね、あなたは。Oh, that was rude! 吹けば飛んでいきそうなほど小さく見える。そんなに自分が嫌いなのですか？はあ？ What the hell?なんでさ、別に俺自分が嫌だなんて思うことはないけど。 I mean, one would beg to differ with how many times you die in these games. これは私の私服を褒めてくれたお礼よ。諦めて受け取りなさい。それで、あなたが私を嫌うのはどうして？そりゃ自分の欲望がない奴は気に食わない。ほら、だからあなたは自分が嫌い。聖杯を破壊したエミやシロには事故に帰る欲望がないのだもの。自分には与えず、隣人には与える献身の鏡。世界は正しくあれと祈るようなあり方。それがあなたの生き方であることは間違いない。なのに、どうしてかしらね。あなたはそれを美しいと感じられない。いや、だって。もう誰もエミやシロを責めていないのに、自分の欲望を持とうとしないなんて。ねえ、人並みの幸福はそんなにつまらない？うまいこと言うな、あんた。さすがは司祭代理。グーの根も出ない逆説だ。機会があったら今度は本気で叱ってくれ。ええ、私の小言で10年来の正義感が変わるとは思えませんが、あなたが望むのでしたらもう一度諭しましょう。じゃあな、他にやることがありそうだし、あんたともここまでだ。I wonder if this game has like a, an unrated version or something. Because
In the menu, there is like a sensor thing, but I haven't seen anything worth censoring, so I'm curious about that. でしょうね。そのためには絵を完成させなければいけない。あなたは、あなたの意義を見つけないと。Maybe this game just has all the... They deleted all the scenes or something? Which is fine. 敵の本拠地を探しなさい。そこに始まりの鍵があるはずです。お言葉だけど、洋館ならとっくに調べたよ。見落としがあるのよ。東坂の後継ぎにロンドンの話を聞きなさい。はあ？契約違反だ。情報交換だけって話だったのに。今回だけは特別です。言ったでしょ。次にあなたが来た時、迷っているのなら道を示すと。サンキュー。じゃ、これで本当に用済みだな。ええ。私がエミやシローに関われるのはこれが限度です。I appreciate the help though, so it's cool. Last piece of free action at night. Emir Resins decided to tell Rin. Okay, we got Shinji and Ayako. So we're gonna go to night. And I think there's gonna be a choice here. Yep. Okay. So I'm going to stop the video here, and then on the next episode, we're going to hang around and get advice from Tosaka, and I'll catch you guys in the next video. Peace.